ナタをクラフトして、いきなりだけど拠点を強化しよう。3本目。よし。石がね、かまどの位置をずらそう。天気悪いけどアイテム集めようかな。ドラム缶も叩いていくか。多分大体箱開けられてると思うんだけど、3箱ぐらい湧いててくれれば敵だ。取られてそうだな箱。やめとくか。ダブルバレルの音だ。絶対さっきの二人組だ。全然ドラム缶とか箱開いてねえな。取られてるね。ここは一箱だけ開いてる。お、ツルハシありがとう。石取りながら帰るか。大体施設回られてるであろうけど、施設行かないとスクラップ集まってかねえしな。スクラップ集めたいんだけどな。9しか手に入ってない。パイプばっかだ。わ、逃げよう。あの構え絶対銃持ってる。木の外壁をゲート。叩きたいな。結構アイテム持ってるから怖いけど。よし、無事帰宅。でもな、やっぱり施設回んないとスクラップ集まっていかないんで、キーカード取りに行こうかな。この砂漠の場所にある線路いいな。うわ、箱開いてなさそう。箱開いてないってことは、キーカードもない。マジかい。あ、当たんねえの今の。やれるぞ、これ。二人いるからな。
一人は倒した。あと一発もらったら死んじゃう。倒したぞ。Dカードないんかい。布とか美味しいな。スクラップも87。けど目当てのキーカードは取れず。あれ？クロスボウ俺もう一本取れなかった。ミスった。え？待って、やば、びっくりした。嘘。心臓止まるって。何？完全に気抜いてた。危ねえ。バンディットキャンプ到着。敵がいるね。無事帰宅。拠点にスクラップ244しかないのか。まだまだ全然ですね。アスレチックもいつも綺麗に取られてる。このジップラインに乗って、パラボラ行くか。たどり着けるかどうかはちょっとわかんねえけど。あ、こっち乗ったらウォータープラントで、こっち乗ったらどこへ行く？乗ってみよう。景色良すぎるな。まあちょっと近づきました。帰りもあのジップ乗るか。あと今回のアップデートで列車が追加されたんで、この線路を走っていく様子を見たいな。誰か乗ってくれねえか。お、湧いてるぞ。いいね、いいね。お、外した。え？え、めっちゃ回転してる。いいね。青のキーカードまでゲットしちゃったよ。もう全然箱取ってないじゃん。うまい。え、なんか来た。え、マグナムリボルバー。危な。引くか、相手が悪い。うわ、ちゃんと漁れなかった。まあでもキーカード取れたのはでかい。うわ、やばい。終わる、これ。リロード入って、車線切らねえと。マジか。やばい。よし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 。これで車線切れた。うわぁ、あと3箱は開けられたぞ。もったいね。分解していきましょう。スクラップ76か。無事帰宅。あと170スクラップぐらい欲しいんで、まだまだ足りてない。
うわ、馬で爆走してってる。マグナム、あのリボルバーもちょ、おっと、近っ。やべ、やべ、最悪だ、落ちちゃった。くそ。170スクラップって集まんのか？え？ここって車のパーツ以外も出るようになったんだ。こういう道路標識も叩いていこう。湧いててくれ。ダメだ。地道に貯めていきたいんだけど、地道すぎるな。分解していきましょう。これでもスクラップそんな伸びないな。よし、分解終わってスクラップ113。1でいいよな、これって。20じゃないよな。65スクラップを1へ。頼む、来てくれ。そしたらワークベンチレベル2作れる。よし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 。無事帰宅。2ベンチをクラフト。1ベンチを外そう。2ベンチを設置。寝袋もしっかりと置かないとな。今回スクラップ集め大苦戦してたけど、このレシピを解放するためにまだまだスクラップを集めなきゃいけないという。え、地雷ってここに追加されたんだ。覚える項目増えてる。